の仕事がいいか取り合いない市民原発ゼロバレルの会音楽担当小木恵理子と言います。どうぞよろしくお願いします。私は市民から原発ゼロを訴える市民原発ゼロバレルの会というものを仲間と一緒にやっています。参加されしたことあるよという方いらっしゃいます。あ、結構いるありがとうございます。ちなみに次回は2月の23日の土曜日17時から市民公園からスタートして、大手筋商店街を通って、で、ご公園ですねがゴールでございます。仮想なりもの大歓迎の会場となっておりますので、どうぞお時間のある方お越しください。どうぞよろしくお願いします。以上宣伝でした。今日は大川原さんの応援ということで、大川原さんの人柄や、お仕事ぶりは多分次出てきてくれるコーディネート氏の方がよくご存知だと思いますので、私は大川原さんと一緒に国会に行きたいよ、私も国会に連れてってくださいっていうことを話したいと思います。私が原発ゼロっていうものを訴え始めたのは 3.11 がきっかけでした。 3.11 が起こるまで原発っていうものがあるっていうことは知ってたけど、そこまで意識して生きていたことはありません。自分が使ってる電気がどう作られて何で作られてるかっていうことを知らずに今まで生活をしてきました。で、3.11 があってあんな大きな事故があって、当たり前のように原発はなくなるだろう、止まるだろうと思ってたら、政府はそうしなかったんです。で、なんでってうちは思ったんです。なんで止まらへんの、あんな危ないもんなんでずっと動かしてるのって思ったんです。で、そこでなんかこいつ正義人格者やなっていう友達がいて、その人を捕まえたというか、その人に捕まえられて原発を活動させてたんですけど、で、いろいろその原発にの勉強をしていくと、問題は原発だけじゃないんやなっていうことに気づいたんです。まあ、多分もうお分かりだと思うんですけど、利権っていうものが絡んでるんだとかっていうのを20半ばにして知ったんですけど、で、この利権がなかったらもちろん経済的に裕福な暮らしができなかったかもしれないですけど、利権によってやっぱりこう弱いものがその経済成長や国家っていうものに対して弱いものがどんどんしわ寄せがくるっていうことを原発の事故で私は知ったんですね。で、ここで大川原さんが出てくる、もうなんか突然大川原さんが出てきたみたいな。なと思われるかもしれないですけど、そうじゃないですよ。大井原発差し止め訴訟だったり、あと、金曜日関電前行動、金管行動にいらしてたり、結構いろんなところで現場でお会いすることが多くなったんですね。で、よくよく聞いてみたら、中国残留孤児だったり、原爆症だったり、そのいわゆる弱い立場っていう人たちの味方になって、で、現場に足を運んで人の話を聞いて目を見てその人が何を訴えたいかっていうことをちゃんと汲み取ってくれるのが大川原さんって人だと私は思います。でね、大川原さんがよく言う、普通に働いて普通に暮らすことなんですけど、私は結構それが好きなんです。で、どこが好きかっていうと、もう普通に暮らすことが最近できてないなって思ってて、例えば、家族の旦那一緒に暮らしたり、一緒に過ごしたり、好きな人と一緒に過ごしたり、あと映画に行ったりお芝居を見に行ったり音楽を聴きに行ったりっていうのは贅沢やって感じになってきてしまってると思うんです。でもそれって全然贅沢じゃないです。文化だったり芸術っていうのは心の潤いが絶対必要、心の潤いとして絶対必要なものなのに、それが今の暮らしではできてないんです。働いても働いても暮らしが豊かにならないっておかしいと思うんです。で、大原さんは普通に働いて普通に暮らす、普通の暮らしをどん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 上げてくれる、そういう人だと思います。私は大川原さんと一緒に国会に、私は普通に暮らしたい、だから大川原さんと一緒にこれからも一緒に活動したいし行動していきたいと思います。で、またちょっと時間がしゃべると大川原さんお話の中で私がすごく印象に残ってたのは、勝てるかわからない訴訟を起こすより原因を止めてしまえ、なるほど、
国会に行って法整備をして原因を止めてしまえば勝てるかどうかまでわからない訴訟を起こす必要はないんですって言わはったんです。あ、確かにそうやなって思います。で、大河原さんは今まで、いろんな国家賠償訴訟、国家賠償をやってきはったと思うんですけど、その活動の先に国会議員っていうのがあっただけなんですって。なんか私それを聞いてすごくかっこいいなと思ったんです。なんか私くらいやったらデモに行ったり集会に行ったりっていうアピールしかできなかったのは、そこに行くことがごく当たり前のように私は国会に行って法を作って元となる原因を止めたいんですって言わはって、あ、この人やったら私応援できるなって純粋に思ったんです。はい、すごいうなずいてはる人なんですけど、いや、そうなんですよ、ほんまに。京都では、ね、2議席あるんで、1議席必ず、何やったらもう、あのね、2区議、2の湯なんとかっていうのを起こして、ね、野党2人通るように、ね、あの、あれですよ、皆さん、電話あの、友達に電話して、嫌われてもいいんです。もう嫌われたらそこまでやって思っとけばいいんです。私 もう後輩とかに電話して、もう嫌われたらそこまでやって思って電話するんですけど、意外に話聞いてくれるんですよ。意外に話聞いて、どこに入れるべきなんだって話したら、その子は何を求めてるかちゃんと話してあげたら、きっと伝わります。皆さんで投票率上げて、必ず野党2人通しましょう。